とびうおにぎたい、とびうおにぎたい。こんにちは、チュルカンです。今回はミスターチルドレン全楽曲評価シャープ83擬態、こちらの楽曲を解説考察やっていきたいと思います。それでは曲紹介からいきます。16枚目のアルバムセンスから2曲目に収録されております。豆知識は、伊集院光さんがラジオ番組で擬態する昆虫という DVD を紹介された際に、その擬態というワードが桜井さんの中で印象に残ったことがテーマとなるきっかけだったようです。そしてこの曲はもともとサリューに提供するために書かれた作品だった。でもやっぱり自分が歌いたいと思ったことで、サリューには別の青空という曲を提供したんですね。青空もかなり名曲で、結構擬態に近い雰囲気を持った曲になってます。というわけで今回もファーストインプレッション、歌詞、メロディー、アレンジ、ライブ、5つの項目でやっていきたいと思います。それでは始めていきましょう。ではまずファーストインプレッションいきます。擬態が収録されているセンスというアルバムはリリースの仕方がちょっと特殊でした。というのも、まずシングルが1曲も入っていないアルバム、そして発売2日前までタイトルや収録曲の告知が一切なかったんですね。何日にアルバムを発売しますという発表自体はその前からあったように記憶してますが、詳細がずっと不明だったと。なのでプロモーション活動もなかったんですよね。強いて言うなら、飛び魚に擬態、リリースに擬態という後にこの擬態という曲を示唆する意味深なキャッチコピーの CM というのが制作されたくらいでした。その意図としては、一切の先入観なく音を受け止めてほしいという理由からだったみたいなんですね。そんな中、この曲がまず先行してラジオで楽曲解禁されたんですね。これで先ほどの CM の意味というか伏線を回収したということになります。で、ファーストインプレッションは個人的にはめちゃくちゃかっこいい曲だなと。メロディーの項目でも触れますが、 A メロ B メロからは予想がつかないサビのインパクト、さらに後半の C メロ、富を得たからのフレーズ、歌詞が全体的に比喩満載で、一見何を言ってるのかほとんどよくわからないのに、富を得たからのセクションだけやたらリアルなんですよね。なのでこのフレーズにも注目しながら、続いて歌詞考察もやっていきたいなと思います。それでは歌詞いきます。桜井さんは擬態の歌詞についてこう語っています。絵空がサウンドに寄せた歌詞だとしたら、擬態は文学に寄せて書いている。しかもメロディーのポップさを感じさせないように故意に意味不明にしている部分もある。歌全体で届けようとしていることはイメージしづらい。つまりいろんな解釈ができるかと思います。ということで、僕個人的な考察にはなりますが、やっていきます。ビハインドから始まった、今日も同じスコアに終わった、ディスカウントして山のように積まれてく夢の位牌だ。まずビハインドとは試合に負けている状態、そしてディスカウントとは値引き、割引という意味となります。そこから翻訳する形で、倒れては起き上がり、来る日も来る日も結果を出せずにいる主人公、掲げている夢も価値を落とし、売れ残りの過剰在庫を抱えるように自分を苦しめていきます。主人公は今夢に向かい戦い続けた日々を諦めかけているんですね。その夢の輝きは色を失い、位牌と化す、そしてただただ積み上げられているのです。あたかもすぐ打ち解けそうに親しげな笑顔を見せて、幽霊船の彼方に明日が霞んでく。位牌となってしまった行き場のない夢は幽霊船として積み上げられ、大海原をさまよっています。その向こう側で明日が笑顔で僕を迎えている。でもその笑顔に応えることができないまま、その明日は幽霊船とともに霞んでいってしまいました。主人公は現実に足を救われているのです。アスファルトを飛び跳ねる飛び魚に擬態して、血を流し、それでも遠く伸びて、必然を偶然を全て自分の門にできたなら今を超えていけるのに。トビウオは海を飛び跳ねながら生きています。そのトビウオが陸に放り出され、生命を維持しなければならないとしたらどうでしょう。きっと血を流しながら飛び跳ねていきます。明日が霞んで前に踏み込めずにいる今、彼は必死に前へ遠く飛ぼうとするトビウオを目の当たりにしました。必然と偶然は実力と運、全てを自分のものにできたら悩む必要はありません。トビウオに擬態し、現状を打破できればと考えます。相棒は真逆のセンスと真逆の趣味を持って、ありきたりなことを嫌った。なんかそれが羨ましかった。
これは例えばサッカーや野球でエースと呼ばれる人、天才と呼ばれる人、それらには自分にないものを持っていたりします。主人公の相棒はそんな輝きを放つ人物であり、言い換えれば自分が最もなりたい理想像です。だけどそれは近いようで遠い存在、イメージはできるのに手が届かず、羨ましがることしかできません。だから勝利をつかめないのです。ムキになって洗った手にこびりついてる真っ赤な血、いつか殺めた自分にうなされ目覚める。主人公は勝ちたいと何度も立ち上がり、戦い続けた自分を不本意に殺めてしまいました。できると信じていた心とその夢を刺したのです。遺灰は積み上がり、その手にこびりついた血も洗い流せない、後悔の念に駆られる日々が続いています。効きますと歌われたあらゆるサプリメントは胃の中であぶくになって消えた。出まかせを、真実を、全て自分の門にできたならもっと綺麗でいれるのに。うなされて目覚める毎日を薬で乗り切ろうとしました。食べる前に飲むだけ、2週間で生まれ変われる。表面上は魅力的なキャッチコピー、しかしパッケージに書かれているような実感はなかったようです。理想は簡単に手に入るものではありません。何が出まかせで何が真実なのかをうまく見極めながら生きていくことが大切です。この内容は次のセクションでさらに広がります。富を得た者はそうでない者より満たされてるって思ってるの？障害を持つ者はそうでない者より不自由だって誰が決めんの？目じゃないとこ、耳じゃないどこかを使って見聞きをしなければ見落としてしまう何かに擬態したものばかり。一言で言うなら、表面上では実態はわからないということ。富を得た者が満たされてるという勝手な理想像、障害を持つ者は不自由だという先入観、もっと言えば超大手の会社でもブラックな部分があるかもしれない、仲のいい友達も陰では自分の悪口を言ってるかもしれない、世の中は何かに擬態したものばかり、見た目や口先に惑わされていてはその実態や本質は見抜けません。そもそも人は多種多様な生き物、物事を広く俯瞰で見て、出まかせと真実の線引きを自分の心で見極めていかなければならないのです。今にも手を差し出しそうに優しげな笑顔を見せて、水平線の彼方に希望は浮かんでる。主人公の遺灰を積んだ幽霊船は通り過ぎ去ったようです。その水平線の先には、希望という名の明日が笑顔で僕を迎えています。過去の自分を殺め、現在の自分を超えて未来に踏み出す決心がついたようですね。アスファルトを飛び跳ねる飛び魚に擬態して、血を流しそれでも遠く伸びて、デタラメを、誠実を、全て自分の門にできたならもっと強くなれるのに、今を超えていけるのに。主人公の羨ましがった相棒には元々のセンスがあります。しかし自分にはそれがありません。でも飛び魚にならなれる、血を流しそれでも遠く伸びていくように、がむしゃらに頑張ることはできます。必然、偶然、出まかせ、真実、でたらめ、誠実、全てを味方にすることができればそれが一番の理想。しかし完璧な人間はいません。強くなれたらいいのに、超えていけたらいいのにと思いながらでも、自分が今できることをやっていけばいいのです。主人公は今の自分を受け入れて、血を流しながらも明日へと飛び跳ねていくのです。以上が僕の考察です。歌詞については他にもまとめやエンディングトークで話そうと思います。それではメロディーいきます。聞きどころは A メロ B メロからサビへの転調ですね。ゆったりとしたメロディーで始まりますが、サビで雰囲気を一転させることで、ただの綺麗なメロディーなだけではなく、力強さを感じることができます。さらに極めつけは、もう何度も言いますが、富を得た者はからのセクションですね。メッセージ性の強い内容を桜井節の早口で歌い上げ、もう目が覚めるようなインパクトを残しますね。歌うのめっちゃ難しいですが、他に気になったのがサビの飛び魚に擬態してのメロディーライン、飛び魚の塔から擬態してのテーマで1オクターブ半も下がっているんですよね。ちょっと聞いてみましょうか。どうぞ。これ難しいですよね。このメロディーラインには桜井さんの作曲センスを感じます。
ではアレンジいきます。もうイントロから透き通ったギターのアルペジオで、その裏で軽快なドラムによる疾走感というものが魅力的ですよね。豆知識ですが、アコースティックギターは12弦あるものを使っていて、その他にブズーキという民族楽器がメインで使用されています。こんな感じの楽器ですね。ギターに似てますが、ウィキペディアでは洋梨を半分に割った形とされている弦楽器というふうに載っております。参考音源がありますので、聞いていただければその楽器のイメージが湧くと思います。ブズーキを使った音源です。ギターでは主にイントロやサビなどで使用されていますね。弾いているのは田原さんではなく、バンクバンドでもおなじみオグちゃんこと小倉弘和さんだそうです。アコギよりもやや金属寄りの音色がリズム帯の疾走感に爽やかさを加えているように感じます。歌詞の少し重い感じとは反対に、演奏は耳にとても心地いいものになってますね。ではライブ行きます。披露されたのはこちら。ライブでは盛り上がり度抜群なのもあってか、リリース後は頻繁に演奏されてますね。映像として見れるのは一部ですが、正直どれも甲乙つけがたくて、おすすめはどれかと聞かれたとしても、結構難しいですね。一応公式の YouTube で Mr.Children アカウントではなく、トイズファクトリーのアカウントで初披露のツアーセンスの映像がアップされてますので、こちら概要欄に貼っておきますね。初披露なのにみんなサビを大合唱しているので、すごく感動する映像になってます。ぜひまだの方はご覧になってみてください。擬態はもう個人的にはセットリストに入っててほしい一曲ですね。それではまとめに入ります。この曲の歌詞は一度読んでこれはこうだと言い切れるような単純なものではありませんでした。実際歌詞考察かなり時間かかりました。これはこうかもしれない、こうだったらいいななど、膨らませれば膨らませるほど分からなくなっていくんですよね。だからもうこの解釈が正解だと決めつけるのではなく、こうだったらいいのにという理想に擬態させる、そして血を流しながら頑張ろうとする主人公に聴き手が擬態して、そうやって勇気をもらえる、そんな楽曲であるなと感じました。桜井さんの作詞能力が異常すぎます。そして蘇生、パドル、ワールズエンド、エソラ、マシュマロデーなどなど、擬態もそれらと肩を並べるアルバムリード曲です。シングル曲が大衆に向けた傑作とするならば、アルバムリード曲はファンに向けた傑作だと個人的には思っています。だからこそ Mr.Children が本当にやりたい音楽が詰まっているはずなんですよね。そんなこの曲の歌詞は桜井さんの作詞センスがふんだんに詰め込まれた作品のように思います。よかったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。では総合評価発表に移ります。それでは総合評価発表いたします。全楽曲評価シャープ83、擬態総合評価はこちら、星10個、10点満点中 9.84 点でございます。それでは今回の楽曲評価は以上となります。というわけで、全楽曲評価シャープ83、擬態いかがでしたでしょうか。飛び魚ってなんで飛ぶんだろうって思って調べながら歌詞考察してたんですけども、諸説ありますが、何やら飛び魚は海面近くを泳ぐ魚で、そのため大型の魚に捕食されやすく、これから逃れるために飛ぶらしいんですよね。あ、じゃああれは必死で逃げてるんだと思って、ってことは主人公が飛び魚に擬態するのは現実逃避なのかなとも思ったんですけど、もう少し考えて、あ、逃げようとしてるんじゃなくて必死で生き延びようとしてるんだって思って、そこから頑張ってるってことだというのに行き着いて、今回の歌詞の項目のような考察に行き着きました。とてもイメージしやすくて、トビウオっていう生き物をチョイスしたのはさすがですよね。本当にいろんな想像をさせてくれる楽曲で、とても楽しく考察ができました。そんな感じで次回予告をやって終わりにします。 SNS やブログもやってます。概要欄からぜひチェックしてみてください。そして次回の Mr.Children 全楽曲評価はバンド名が曲名の中に、初期のやつです。それでは今回の動画以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。